生きてたの？オーディ、俺は吸血鬼だ。簡単には死なん。ごめん、この本返すわ。気にするな、お前は勝者だ。敗者はただ従うのみ。好きなだけ持っていくがいい。これにしようかな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 。好きなだけ持っていけ。Thank you.
調子はどう？you
権限せよ、我であり我でないもの。権限せよ、我であり我でないもの。
変幻せよ。Thank you.
産業革命による時代の変化は、人々の価値観をも大きく変化させた。それは、精神文化の衰退を意味していた。1783年、ラキ火山の噴火により、ヨーロッパ全土が暗闇に覆われていたその時、闇に紛れるかのように、イギリスの一部の都市で、大量の悪魔が溢れ出したのである。それは止める者の心変わりにより秘匿権益を失うことを恐れた錬金術師たちによる暴走だった。彼らは自らの秘術で作り出した悪魔の力と同調する結晶を移植した人間シャードリンカーを生贄としてこの世に大量の悪魔を召喚させた。人々を巻き添えにしたその動乱は教会の力によって沈められたが、支払った代償はあまりにも大きすぎた。一方、全て死んだと思われていたシャードリンカーであったが、悪魔召喚の儀式の中で唯一奇跡的に生き残った青年ジーベル。儀式の直前に謎の眠りに落ち儀式を免れた少女ミリア。この2名だけが
かろうじて悲劇を逃れていたのであった。それから10年の月日が流れ、人々が全てを忘れ去った頃、また再び悪魔が城と共に現れる。時を同じくして眠りから目覚めたミリアム、その血塗られた儀式がジーベルの仕業と知った彼女は、錬金術師ヨハネスと共にその呪われた城へと赴く。運命を乗せた船はその時をただ待つのみであった。ねえヨハネス、本当にジーベルが悪魔を？それは間違いない、ミリアム。やっぱり信じられない。だって私が今生きているのはジーベルのおかげなのよ。君の信じたい気持ちもわかる。だけど確かな情報なんだ。そして10年前の事件、彼を変えるには十分すぎた。本当にすまない。僕の仲間たちが君たちにしたこと、許されることじゃないんだ。あなたが謝る必要はないわ。ヨハネスはいつも私たちを守ってくれてたもの。だけど。そんな昔のことより今やるべきことを考えるべきだわ。本当にジーベルの仕業なら私が止めなくちゃいけない。それ本来なら親友だった僕が。シャードの実験のためにたくさん戦闘訓練も積んでるし、私のやれることをやるだけよ。ところでどうして私は10年も眠っていたの？それが僕にもわからないんだ。わかっているのは時間を止めるような特別な術式の魔法だったこと、それと力の減衰を観測することでちょうど10年で目覚めるだろうと予測できたことぐらいだ。そう。そろそろ目的地に着きそうだ。準備をしておいた方がいいな。そこの箱に必要な装備を入れておいた。まずはそれを取って装備するんだ。装備できたようだね。それじゃあ次は。ここは私に任せて。あ！今のはシャードか？久しぶりの感覚だけど、悪魔の力を得るのは気分が良くないわね。君の体に埋め込まれている結晶、それはシャードと呼ばれる悪魔の力が個体化したものと同調する。その力は強大だけど、少しずつ生身の体を侵食していくんだ。でも今はヨハネスが発見した術式で侵食は止まってるはずよね。確かにそうだけど、外部からシャードを大量に取り入れて大丈夫という保証は。だとしても今の私にはこの力が必要だわ。それに自分の体のことは自分が一番わかってるつもり。それにピンチの時はいつもヨハネスが助けてくれるじゃない。頼りにしてるわ。都合のいい頼り方だ。でも信頼されているからには期待に応えないといけないな。ただ無理だけはしないでくれ。こんなところにも悪魔が。城からの悪魔が大量に侵入しているのか。いい準備運動ね。ちょっと船の掃除をしてくるわ。
これは魔力に反応する。はっ！
り我でないもの。どうして？人間たちが俺たちにしたことを考えればわかるだろう。10年前の出来事ならヨハネスから聞いた。確かにそれは許されることではないわ。
でも今あなたがやっていることは彼らと同じことじゃない。違う。奴らは俺たちの体を作り変えた。それならこの世界を変える権利は俺にもあるはずだ。来るんだ、ミリアム。お前だけが俺の痛みを分かち合える。俺たちはすでに人間ではないんだ。人間ではないか。あなたからその言葉を聞くとは思わなかったわ。覚えてる？それは昔、私があなたに言った言葉よ。そんなことはどうでもよくない。生きる希望を失っていた私はあなたの言葉に勇気づけられたの。力そのものに善悪はない。力の使い方に善悪があるんだって思い出して、ジーベル。ジーベル様、そろそろ戻りませぬと。ああ、ミリアム。悪いが昔話はここまでだ。俺を止めに来たのだろう。ならば俺を探し出してみろ。その道中、お前はシャードを取り込み、悪魔の力を使わなければならないはずだ。それでもまだ自分を人間だと思うなら、その時もう一度話を聞いてやる。行くぞ。ジーベルの顔だった。絶対に止めてみせる。着いたね。ここは村。ひどく荒らされているわ。これもジーベルが。悪魔たちの進行が思ったより早いな。さあ行こう。この先に協力者が待ってるはずだ。ちょっと待って。悪魔の気配を感じる。私が先に行くわ。助かりましたわ、ミリアム。私を知ってる？もしかしてあなたが。遅くなってすまない、ドミニク。
この人が協力者なのね。はじめまして、私はドミニク。教会から派遣されたエクソシストですわ。はじめまして、私はミリアムよ。約束通りミリアムを連れてきてくれて感謝しますわ。君の頼みだからそれは構わないけど、ミリアムの意思があるとはいえ彼女を危険にさらすんだ。ちゃんと説明はしてほしいな。そうね。いいですわ。この事件にシャードリンカージーベルが関わっていることは伝えました。それは間違いないわ。本人と話したから。会ったのか、ジーベルに。それなら話は早いですわね。シャードリンカーによって再び起こされた悪魔の大召喚、そしてそのタイミングでもう一人のシャードリンカーが眠りから覚める、これは偶然だと思えませんわ。確かにそうだけど、ミリアムを戦わせることに僕は賛成はしてない。それを決めるのはあなたではありません。ミリアムを連れてきていただいたのは、被害に遭っているこの村の現状を見てもらい、ミリアムの意思を確認するためですわ。どう、ミリアム。もちろん断っても。この村のこともそうだけど、私はジーベルを止めなければならないの。彼とそう約束したから。ありがとう。そしてごめんなさい、全てを任せることになってしまって。ごめんね、話に夢中になってて。お嬢ちゃん怪我はなかった？うん、ありがとうお姉ちゃんたち。どういたしまして。お名前を教えてくれる？アン。アン。いい名前ね。ここは危険だから安全な場所に行きましょうね。うん。一緒に来てもらえるかしら？先ほど調べておいたのですが、この辺りが安全そうでしたわ。確かに。ヨハネスと私たちはここでミリアムをサポートすることにいたします。ミリアムを一人で行かせるわけには。ミリアムは戦闘訓練も受けていると聞いております。それであれば私もあなたも足手まといになってしまいますわ。いや、でも。私一人で大丈夫よ。そんなに心配しないで。わかった。僕たちはここで僕たちのできることをするよ。そうと決まれば準備を始めましょう。くれぐれも無理はしないでくれ。それと錬成はいつでもできるように準備しておく。何かあったら必ずここに戻ってくるんだ。わかったわ。怪我しないでね、強いお姉ちゃん。任せて。いや、来たね。ここにこんな設備を揃えるなんて、教会の力ってすごいね。ほんと、びっくりだわ。じゃあここでできることだけど、いくつかの素材を錬成することで
いろいろなアイテムを作ることができるんだ。まずは習うより慣れろだ。こっちで用意した素材でまずは錬成してみよう。さて、何を錬成する？一度錬成したアイテムはドミニクのお店に卸しておくので、それと僕の知ってる範囲にはなるけど、素材から何ができるかは教えられるかな。だけど僕の知らないアイテムはどこかでレシピを手に入れる必要があるね。手に入れたら持ってきてくれ。わかったわ。それと君が手に入れた悪魔の結晶、シャードによって決まった素材が必要だけど、おおむね利便性が上がる方向に編成できるはずだよ。機会があったら試してみてくれ。シャードも錬成できるってことか。あと僕も含めてなんだけど、今まで生きるのに精一杯だったから基本的な栄養が足りてないんだ。材料を持ってきてくれれば料理も錬成することができる。新しい食事を取ることでまだ成長する余地があると思うんだ。よいしょ。